ビレジェンド上谷です。ですね、今回またまた新製品でございます。こちらです。ご覧ください。じゃじゃん。ビレジェンド抹茶のチャチャチャ風味でございます。はい。ということでですね、まあ、今回ね、ビレジェンドの方で、まあ、初めてのこう抹茶を採用したんですけれども、まあ、実は僕自身は、まあ、特にね、こう抹茶が好きってわけではないんですが、やはりこうお客さんとやり取りをしているとすごくこう抹茶が飲みたいというお声をいただいてますので、それでまあちょっと一度作ってみました。で、まあ、どうせね、作るのであれば、まあ、ビーレジェンドの、特徴であるこう美味しさっていうところを追求したいなということでですね、まあ、こういろいろね、やりました。こう玉露をね、玉露入れてみたりとか、抹茶でもこうなんとかこういい抹茶にできないかなと思ってですね、まあ、いろんなところから、全国のね、お茶、抹茶の名産と言われるところからいろんなこうパウダーを取り寄せてですね、ブレンドしてやってみました。で、まあ、最終的にね、この味にミルクっぽい雰囲気残しつつ、まあ、抹茶オレまでいかないんですけどね、まあ、抹茶の雰囲気をうまく出せたんじゃないかなというふうに思っております。では早速飲んでみましょう。では開けてみます。これも一緒ですね、後ろのこの切り込み線のところで切っていきます。なんかぐちゃぐちゃに切っちゃいましたね。はい、では開けてみましょう。まず匂い、あ、もうすでに抹茶の匂いがします。そして色はこういう感じでグリーンになってます。もうなんかお茶の粉みたいな色にしてますけれども、で、匂いは、まあ、抹茶とミルクが混じったような抹茶のお菓子あるじゃないですか、いろんな抹茶のお菓子のような、感じです。で、まあ、今回も同じように、ビーレジェンドシェイカーにですね 200cc 水常温を入れてですね、そして、まあ、スプーン4杯ですね、すり切り、まあ、ちょっとこれ小盛り入ってますけど、スプーン1杯4杯かね、入れます。はい、そしていつもの通り、蓋を閉めて、まあ、ローリングシェイクからの普通シェイクでやるんですが、はい、まあ、こんなもんで溶けるでしょう、溶けたでしょう。はい、ご覧ください、泡立ちはこんな感じです。泡立ちこんな感じ、ちょっとありますね、1センチ、うん、ぐらいかな、あります。そしてダマ、蓋はこんな感じです。少しだけダマと言っていいのかどうかわかんないですけれども、こんな感じで蓋にもついてます。まあついてるというか、まあほぼないですね。だからこの点々がこの辺にちょっとありますけども、ほぼありません。では飲んでみたいと思います。うまい。あれ、まあ、僕抹茶あんま好きじゃないんですけど、飲みやすいし美味しいし、ね、ほんのり甘さはあるんだけれども、ごくごく、運動後にごくごく飲んでも、あ、これいいな。改めてテストの時も、まあ、一応僕の中でも美味しいなと思える味には採集したんですけれども、本製品もいいな。で、今ちょっと見ててこう気づいたんですが、ここにダマが一つありますね。3ミリ、4ミリぐらいのダマがあります。どうやったら見れるかな、これね、はい、ダマがあります。うん、飲み終わりこんな感じです。はい、さっき言ったダマがここにありますね。まあ、これだけですね、時計残ってるのは。なんでこんなとこに中途半端にダマがあるかわかんないんですけれども、はい、まあ、味としてはすごく飲みやすくて、あっさり、なんていうかな、甘すぎず、ほんのり甘みがあるんだけれども、ごくごく飲めるような甘さで、抹茶の、今こう飲んだ後も口の中に抹茶の雰囲気がありますけれども、まあ、こうお茶独特のね、なんていうのかな、お茶らしさなんていうんだ、お茶らしさがあって、まあ、すごく飲みやすくていいんじゃないかなと思います。まあ、これは結構ね、いいかもしれないね。
はい、僕抹茶あんま好きじゃないと自分で言っておきながら、これは飲むかもしれないな、いいな、うん、まあ、抹茶興味ある人はもう絶対いいと思います。ぜひ飲んでください。で、抹茶あんま好きじゃないかなっていう人も、まあ、もしね、良ければ一度試していただければ、別に飲み切るのが苦になるようなことはまずないと思います。ぜひ試してみてください。で、他ビタミン C とかビタミン B6 とかね、そういったところは他のものと同じで、ちゃんと入っておりますので、製品としてのパフォーマンスも高いです。まあそうか、この玉露入りにしたのがやっぱり美味しかったのかもしれないですね。玉露入り、まあお茶って結構お茶っ葉って原価張るんですけれども、まあ相変わらず原価云々よりも味を優先させたことでですね、まあはい、あまり利益は取れないですけれども、まあいいかなと思います。まあ、皆さんぜひ飲んでみてください。ということで、今回は新製品ビーレジェンドプロテイン抹茶のチャチャチャ風味のレビューでした。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。